720p 放送というのをやってみたんだけど、めんどくさかったら途中で変えようか。何か問題があれば。なんかちょっと、制限付きで今やってるらしい。うえ？嘘？いつから？昨日ちょっと忙しくて放送できなかったうちに変わっちゃった？カメラが邪魔だな、これ。あのさ、コンパクトフラッシュのさ、カードリーダーがぶっ壊れまして、以前からちょっと調子悪かったっていうか、いっぱいいっぱいピンがあるんですよ。なんて言えばわかりやすいかな。プレステ、なんかあるか、ファミコンのコントローラーの、ピンが折れたみたいな感じ？一個。いっぱいあるピンの中の一個が折れた。まあ CPU の、ソケットのピンが折れた、一個折れちゃったみたいな。はい、もうみんな結構そうね、学校休みとか、仕事休みとか、仕事休んじゃったとか、まあそんな感じですね。もうちょっと腰やっちゃった上に雪降っちゃって。そうなったらアウトですね。はい。そう。物理的にピンが一個折れちゃって。昨日は雪なのに下水でした、最悪。はぁ？下水って何？東京はここまで積もったのは相当ぶりだね、こう。歴史に残るというか。なんて言うんだろう。すごい、何の音？は？はい。はい。なんかもう何もやらせてくれないんですけど。じゃあ僕のよくわからないメモリーカードを挿してみよう。手元にあるから。あれ？へへへへ。ちょっと、これ何が入ってんだろう。これメモか必須なのか。え、必須なの？でもなんか今選択肢あったよね。なぜわかった？書いてあった？多分友達のメモリーカードだな、これ。もういらねえっつって。プレステ2のメモリーカードなんかもういらねえっつって。プレステ2本体ごと。ふさん、書いてあったか。いや、待て、これ俺のかな？なんだ、あの、ピヨンピヨンしてるやつ、なんだろう。あ、オレンジじゃねえ。オレンジじゃねえ。うさぎの穴。うさぎの穴？そんなやつは知り合いにいねえわ。コテハンつけた方がいい？いや、別にいいっすよ。地獄の暗さが。ドラゴンボール。ちょっと待って。あ！スパーキングネオ、俺持ってないっていうか、もらったのかもしんねえ。持ってたのかな？これ、あれだね。パチスロとか入ってるから。あれだ。龍が如く、友達だ。龍が如く？あ、これか。でかくなる。攻略本を買う。ちょっと服が違う。これ何このコインは。踊ってんなぁ。削除って、ダメか。削除しなきゃ。削除って選ぶとなんか嫌がったりするゲームなかったっけ？ダメだ。テイルズかなるぷよぷよフィーバーもらったかもね。この人のゲーム全部もらったから多分持ってるってことだな、俺これ。ポップミュージック、あれ？ハリ？北斗。うん、もらったかもしんない。前、放送でやったと思う。なんだ。ドラゴンボール買わなきゃと思ってたけど、買わなくてよかった。さあ、じゃあちょっと出すか。仕方ねえ、みたいだから。確かここにあった気がするんだけど、昨日。ありましたね。確認できてるのは、ハガレンとミンゴルさんとか。いて。攻略本が説明した。はい。噂は聞いてるよ。僕はその時ゲーム屋の店員だったので、もうすごいいろいろ大変でした。もう、ああ、なんかね、みんなが好きなシリーズの新作出たんだ、みたいな感じで、だったのに、すげえ勢いで買い取りが、中古の買い取りが来まして。まあ、聖剣4の時みたいな感じでしたよ。聖剣4も、なんかすごい勢いで中古返ってきて、あれーって、なんか、なるほど、みたいな感じでしたね。あれ逆だ。ケースが新品同様のまま、あの中古が溜まっていくソフトっていうのが何個かありまして、そのうちの一つが、聖剣。これは、開いてねえな。これも開いてる。プレステ2のメモリーカード、なんかあと5枚ぐらい買っとこうかな。まあ、全然あるんだけど。
10枚ぐらいあるんだけどさ。これもあるね。これは開いてないかな。んおい、ほぼ同じじゃねえか。28しか開いてねえよ。アマゾンですげえ安いさ。なんだ、すげえ容量のある64、いて64メガも容量がある。メモリ、メモ、なんだ、プレセツのメモリカード。ダメだね。メモリカード買ったんだけどさ、使えるゲームっていうか、直接セーブできるやつと、直接はできないけど使えるみたいなのがあって。4! あれ?めんどくさいね。これでいけるかな?放送用っぽいけど。なんかどんどん容量なくなってる。開いた。バレた。これが意外とある。今日はなんか 720p 放送っぽいんだけど、結構綺麗に見えてるんだろうか。僕があまり僕があまりあのよ、そっか、あれなのかな。普通にやってんのと変わんないんだよ多分。設定変えてねえから。720で出してねえから。そろそろ Windows 10の PC にしようかなーってちょっと思ってるんですけど。家にすると、ダメだ。え?は?じゃあなんで選択肢があるんだよ。作りますよ。いいんだ。何これ？ PS2 で 720p ってあんまりわからない気がする。 480p ぐらいか、プレセツって。意味ないね。ひえー、何のための選択肢だったんだろうね。ドラクエの選択肢みたいな。噂によるとやり方さえわかれば楽しいらしいけど、やり方さえわかる、やり方がわかるやつがすげえ少ねえっていうか、説明書を見てもわかんないって聞いてる。濃いね、キャラが。ちょっと音量怖え。ちょっと待ってね。これ音量関係ねえ。当時ネットをいち早くインターネットを始めていた人が、バイト仲間の人が、買った日すげえつまんねえって騒いでたわけ。あれどうだったって聞いたら、いやもうあれわけわかんなくてって、説明書見てもわかんないんだよねって。で、その翌日聞いたら、なんか、ネットでみんなで協力してプレイすると遊べるかもしれないって言い始めて、で、3日目ぐらいに聞いた時には、やばいぞこのゲームって。オンラインゲームだぞって言い始めて、みんなで情報を共有しながらプレイしないと遊べないんだけど、共有しながら遊ぶのがすげえ楽しい。みんなで謎を解きながら、だからファミコンの時のアトランティスの謎みたいに、ワープゾーンとか攻略を見つけていく、みんなで集まって、みんなで一人しか遊べないゲームなんだけど、みんなで順繰りにプレイしたりとか、そうドルアーガとかね、そういう感じの楽しさがあったらしくて、すげえ楽しいって言い始めたんだよね。オンラインゲームだぞって言い始めてさ、楽しんでんなーみたいな。遊び方が分かんないゲームの遊び方を探るのって楽しいは楽しいからね。格ゲーの超必殺技のコマンドが分かんないとか、必殺技のコマンドすら全部分かんないとか、それをなんかこうゲーセンに通って探したりとかさ、あれ楽しいんだよね。みんなで探して、ああ分かったっつって、これだって。どうす、皆さんいらっしゃい、こんな時間から。ジュビが一番楽かな。そういう人を選んでやるゲームなんだね。ちょっと待ってね。
よく考えたらこれやんなきゃいけねえんだな。なかなかリセットかかる。ああ、リセットかかんないじゃなくて、プレステ2が若干くたびれてきてるかもしれないな。次、これは RPG なんだろうか。なんか RPG っぽいな。アイデアファクトリー。次、ちょっと待ってね。勝て勝て、無理無理。主人公によって難易度が違いすぎる。難易度を変える、主人公を変えるイコール難易度を選ぶとかじゃなくて、そういう意味じゃないんだ。ただいろんな主人公がいて、懐かしい画面で、その人によって難易度がかなり上下するってことか。次、おおおお、デバイスレインかと思ってたけど全然違うゲームだった。あ、これこれあのシリーズか。もうやんなくていいかもしんないな、別に。ちょっと俺タクティクス系無理っぽいんだよな。まあ、シミュレーションはみんなの助言をもらいながらやっていくっていうのはあるかもしれないけど。はあ。ヤミヨさん、トゲトゲさん、アマダレさん、キラルーさん、兄貴のやってたピーいらっしゃい。ナノさん、スペクトラル、リーゼスさん、タクアンさん、ほんと懐かしい。え、なんか俺の放送ずっと上にニコニコ生放送って書いてあるんだけど何。はあ、ええ、そんなに使うの。セーブできないけど。あ、ノーじゃねえわ。イエスでいいのに。どうなるどうなる。はい、すごいね。なんでそんな使うんだろう。何をそんなに書き込む必要がある。ん、最低500も使うのすげえな。タイトル出るタイミングもよくわかんないな。キャラクターの魅力で勝ち残ってきたゲーム。間違いじゃないけど画面に合ってないな。そうそう、曲、選曲がよくわかんない。あぶない。選曲が合ってると思えない、ちょっと。これに合わせるんじゃないのかな、合わせるものじゃないんじゃないかなって感じがあるね。合ってないからすごい変に見えるっていうか、滑稽に見える。曲自体のクオリティの問題じゃないもんね、全然。そういう問題じゃない。飲み物がなくなったけど、まあいいよ。水がなくなったふう。ああ、スペクトラルソウルズはタクティクス系っぽいです。タクティクス系のシミュレーションシミュレーション RPG。 おお、これはタイトルっていうかパッケージとかは知ってたけど、なんか今日ラグくね。遅延してる放送。そうね、そうね、フロムだけど結構あれ、これ放送で一回やったかもしれないな。すべての謎が明かされたとき、伝説の秘宝エターナルリングが覚醒する。どういうこと？これや、
船でなんか無人島みたいなとこ行くやつかな、最初。リングスフィールドみたいなゲームなのかな。何が起きてるのか分からなくてしまう。指にはめなくていいの。え？あれ？これやった気すんな。その夜、カイン・モーガンは幼い頃の自分を夢に見ていた。うん、焼け落ちた家の跡、一人ぼっちの自分、父や母はどこにも見当たらない。村焼けちゃった？そこがソルシアという名の国であったことも、隣国であるアルダインが突如攻め入ってきたことも、幼かった彼は知らなかった。そうだ、みんなは島に行ったんだ。彼が覚えていたのはただそれだけだった。まさか見たかもしれない、やったかもしれない。エインガリア、その実質的な支配者である。プレステ2もリスト作らなきゃダメだな。突如の島と呼ばれる。島に行くのかな。なんか俺、島にいきなり行った島から始まるゲームみたいな。はあ、これはまさにだな。ちょっと記憶と若干違うけど、なんかそうそんなんかこんなんだわ。仁王の冒頭が若干被ったんだよ。ダブったね。100円とか50円なんで、まあ、いいっちゃいいけど、多分かぶダブった。まさかこの地味なゲームがダブるときついな。地味だからダブるんだけど。フロムってもう今の規模のゲーム作るともうダクソとかああいうものしか無理なのかな。作れないのかな。もっと新シリーズみたいのいけないのかな。まあ、もっと売れる時代だったら結構自由に作れるんだろうけど、今はそんなに変な作品を試しに作るみたいな時代でもねえんだろうな。まあ、海外のメーカーですがそうだからね。日本はもっと無理だよね、きっと。そういうゲームを作りたかったらインディーズとかダウンロード1000倍のちょっとしたゲームとか、そういうスチームとか規模を変えてやるしかない。だけどやっぱいろんなメーカーが、そうだね、グラガーラインじゃなくてね、ライティングとか、まあエフェクトなんですよね。いや、忍者ブレードめっちゃ面白かったよね。俺、忍者ガイデンとまた別の方向性としてすげえ好きなんだけど、あれ。ある意味、忍者ガイデンでは成し得なかった部分っていうか、忍者ガイデンよりちょっと好きな部分すらある。忍者ガイデン、うん、気持ち悪い。気持ち悪い。お前、さすがに気づけよ。ははは水平移動とか平行移動した。いやー、あんなでかいの飛んでたら、羽の音でわかるよ。今なんかちょっと、おねえっぽかった。あれ？アナログスティック使えないの？あー、クロムハウンズなんでなんだろうね、あれね。なんかこれ、キングスフィールドじゃん。振り方がこれしかないんだけど。突き刺す武器なの？意外と操作性いいけど、なぜかアナログスティックが使えないっていう。十字キーと L あるで。え？なあ。調べる、あった。セーブポイントなんだけど。まさかのセーブポイント。ちょっと待って。そう。このメーカーって、ちょっと待って、俺も、あれあれ放送でやってねえな。あれ忘れちゃった。あれもまたキングスフィールドっぽいゲームなんだけど。まあ、あっちは FPS、TPS、いや、FPS だ。
うん。おお、なんかいるよ。せ、ん、こっち向いてる？あれ？顔これ。ん？どうなってんのこれ。敵なの本当にこれ。おい。ひどい。ああ。え、なんか出た。ど、黄金草。そうだね。いた。もういない。バックステップです。避けているんだね。サハギンだって。え？はい。下どうやって見んだこれ。なるほど。やべ、元に戻んね。そう簡単。あ、戻った。同調子だ。意外と操作性悪くねえけど。ちょっと音が微妙にちっちゃい。来ないよ。行けばいいね。でもサハギもいるんだ。そう、もっさり感が否めない。さあ、いた。おお、おお、おお。え、どうなってんのこれ。どうなってた今。棒状だったね。サハギンがいっぱいいるな。花のか石なのか。石、石。レベル上がった。若草の石、確かに。確かに、ね、若草色なんだよ。あれあれあれ。いや、こっちか。どっちから来たか分からないです。レベルだけは上がっていくな。まあ、サハギンの住処に侵入してるだけの話だからな。はあ、どうしようかな。どこまでやろうかな、これ。あ、なんか押してる。あ、いっぱい押してる。黄金草。ストーリーちゃんと見た方がいいのかな。橋がぶっ壊れてるね。チャパチャパうるさい。いやー、おお。え？え？意外。村に出たんだけど。サハギンの村なのか？火焚いてるんだけど。なんかいる。突然の村。どうしたこれ。なんかちょっと。ダクソっぽい。これ、何これ、ダクソか。何ここ。RPG 作るみたいだけど。今見るとな。なんだ、向こうに。岩方だな。じゃあ、こんなところにいるなよ。ちょっと音量上げた。寝れるね。いや、これ以上いけないわ。落ちることはできん。登ることもできん。家に入れるのか。おうおう。は？誰か寝てね。フレーム数がすげえ落ちた。あぶ。
なんか話しかけることすらできねえんだけど、なんなんだよ、勝手に入ってバレたら怒られそうじゃん。なんだこのゲーム、なんでこの村の中で水平移動してる人いない。あ、なんだなんだ、いた。ええ、ん、そうなの、ん、ん、気味悪いな。なんか話は通ってたんだね。あんなとこ通ってここに来なきゃいけない。なんかあり、ルートありそうだけど。え？あ、あれ隊長なんだ。は？うん。ゲームって進化したな。こういうの見るとこれで良かったんだもんな、この頃は。でもこれ結構古いと思うんだよね、プレステ2の中でも。ん？喋ってもくれなくなった。倉庫かなこれ。なんか人がいる。当時はリアルだったんだろう感ある。まあプレステ1と比べればね。ああ、やっぱ2000年とかレベルか。もうほんと初期だね。まあ鬼武者がその中ではすごい綺麗だったから、やっぱりこう目立てたんだろうな。おい、これ入り口か。馬小屋かな。人が寝てる感じが、なんだ。まあでも操作性とか悪くないしね。なんか当たり判定がダメなのこれ。ごめん。これ DVD、あ、D、これなんか DVD ロムなんだけどさ。どこに容量使ってんだろう。CD でいけたんじゃないか、シンプルシリーズみたいに。普通に結構、プレステ2のゲームで、普通に CD ロムですげえゲーム作ってるメーカーもあるっちゃあるからな。あら、キーさんいらっしゃい。こういう時間だったら来れんのか。なんだこれ。これなんだ、階段か。はしごかと思ってた。でもこのゲームファンいた気すんだけどな。あれ、どうやって行くんだこれ。あ、そっちにも道があったのか。騙された。ちょっと下を向いてた方がいいな。若干。話しかけると上向いちゃうの。まあ時間もあるし、じっくりやっていこうか。今日は別に夜探し枠があるわけでもないし。もう俺、晩飯食っちゃったんだよね。無心とか CD でしたね。あのね、昨日、思いついたこと言ってみてもいいですよ。無心。あ、無心。はあ、そう。渋いね、あれ。あ、やっと女の日だよ、なんか。は。怪我してんの？ああ、いや、俺一回ダメ、ノーダメなんだけど。レベルが上がったから体力減ってんだけど。何それ、壺から液体を塗られるの。回復した。この人回復がかかるか。あ、キーさん家の方雪大丈夫。もともと雪深い地域だったはずだけど。ははっ、何の薬だろう、怖えわ。あー、はい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 。 PC エンジン様々だよな、ほんと。 PC エンジンがなかったら CD ロムのゲームは結構進化に時間かかってる。ふふふ、雪にはことかがねえみたいな。こっちですら20センチぐらい積もったからね、マジで。あれ、あかね、中野区ですら20センチ。渋谷も新宿も変わらんだろう、多分。ただね、車がひっきりなしに走ってるからね、道路の除雪は別にいらないんですよ。怖えのは裏路地です。こっからまたさらに寒さが続くらしいから。ていうか武器は？無
CDI の犠牲はCDI はどうだったんだろうね。どんぐらい役に立ったんだろう。てか剣は剣もらったの。あるんで倉庫探そう。倉庫今のとこじゃないのかな。武器って書いてあった。持ってない持ってない。ここじゃないの。どこまでやろうかなこれ。達成してみて。はい、ん？喋ってくれたらせめてな。雰囲気あったのにな。これなんで DVD ロムなんだろう。容量どこに使ってんだろう。音かな。はい、小学生の時に S ちゃんのさとこちゃんちの隣の家に居候のお兄さんがいた。なんかすごいね、時代を感じるね。なんか上にドラゴンいね。あ、木だった。倉庫ってなんだ。もう一回隊長に聞いてみようか。あの奥か。行ってねえ、あの奥。ダメだ。川飛び込むんじゃねえか、これ。ほっといて。小学校の時に S ちゃん家の隣なのね。S さん家じゃない。大変だけど、なんかふわふわだからさ、雪かきもそんな大変そうじゃないよね、あれ。俺は腰がもうぎっくり腰なんで無理だけど。音って、雪が降る前日ぐらいにぎっくり、軽いぎっくり腰で。歩くのも大変だよ。でも歩いてきたけど、仕方ないから。で、もうちょ帰りにあの、松屋で、ビビン丼今日までだから食ってきたわ。うまかった。今日までのビビン丼。ねえ。歩くの大変だわ。なんか駅の周辺が家にさ、誰の土地でもねえから、なんか雪かきされてねえ。くれえな、このゲーム。意外とね、雪かきがされてねえとかあるんだよ。そう、移動だるい。1.5 倍から2倍かかるんだ。これだけ？ふえー、そしてくれー。倉庫ってどこなんだこれ。なんか、BGM、なんか、なんか、クレーシー。なかったこれ。時間が経過したのかこれ。で、キーさんの話は？キーさんどんどん話していいよ。ここは武器を探してうろついているだけだ。ん？違う、火だ、火。走れねえのかなこれ。まあ、ねえな。ねえな。うわうわ。はは、赤の扉みたいな言い方されたんだけど。うん。イソロのお兄さんがいない時に侵入を試みた。うん。なんか冒険的なあれなのかな。なんでそれ侵入したかったんだろう。なんかちょっと嫌な話っていうか。どういう話なんだろうね。イソロのお兄さんはだから、そうか。S ちゃんちの家の、なんかこう、空いてる、空き家があってそこにってことかな？空き家っていうか、弁蔵さん的な感じかな？にいた、まあ、弁蔵さんがいたと。で、弁蔵さんがいない間に忍び込んだと。これもう無理だな。これ無理だ。全部の家回ったけど、よくわかんなかった。もっと真面目にいずれやんなきゃいけないかもしんないから、まあ、その時で。許してください。次。なんか RPG、そうね、RPG は意外と、うわ、なんか、説明書の幼女はなんだこれ。1は持ってるはずなんだけどな、これ。2は多分持ってなかったんで買いました。そうそう。はい。そして、ロホンを数冊発見したのです。はーい。あ、これブックオフで買ったやつだ。エロ本。そっか。ここにいる人でも、多分僕より年上の人でもなかなかいないと思うけど、僕はエロ本に黒い、前張りみたいなやつが貼ってある時代のエロ本を僕は近所のお兄さんが持ってんのを見たんだよね。 4歳とか幼稚園とか。昔のエロ本はね、そういうのが外国のエロ本は無修正なんだけど日本でそう言って隠さなきゃいけないから上から紙を貼ってたんだよね。はい、そうです。あれを読めたのは貴重だったな、僕は人生の中で。あのお兄さんは、30歳、いくつだろう。20代で死んだのかな。不摂生ですね。不健康すぎて死んだ。タバコを吸いまくって。
その人のさらにお兄さんもなんかファイナルデッドコースターみたいな死に方してるからもうわけわかんないよね。一番下、いや違うな。はい、これ2位は本当にやったことないかもしれない。これさ、引き死のゲームって出ないの？引き死なんてめっちゃゲーム性あると思うけど。そう、いやでもね、それは違うんですよ。それは油性ペンなんですよ。僕の場合は黒い紙が貼ってあるの。糊で。糊付けされてる。で、ガッチガチに。それを剥がすっていうのは物理的に黒いものが貼ってあるんですよね。黒ペンで塗るあれとはちょっと違う時代だと思う。それより前。そうなのか。そう。それをなんか塾の先生かなんかに話したら、それは俺の世代でもわからんって言われて。マリオ USA をしつつ、マリオ USA はお兄さんのところでやってたの。エロ本に落書きしまくった、はい。いや、江戸時代の風上とか風を見ながら、そう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 。風を見ながら、この家をぶっ壊すみたいなので損失をこう減らしたりとか。伝説の火消しをこう組織してオンラインでさオンラインとかにも向いてると思うんだよね、火消しって。引いてぶっ倒す係とこう上でまといを振る係とめっちゃ面白いと思うよ、連携して。でなんかできるだけなんか変なね人を助けながら。あー、それ、まあ、もっと組織的なやつだね。で、そのエロ本に落書きしたので怒られたって話なのかな？なんだろう。なんかもっと不思議な話なのかな？一生お兄さんは帰ってきませんでしたみたいな。火消し系はね、オンラインゲームでみんなで連携してやるのにはすごい向いてるジャンルだと思うんだよね。バーニングレンジャー。バーニングレンジャーオンラインとかさ。めっちゃ良くさそう。そうね。何組っつってね。三次元はもちろん漫画媒体で、のがあるのも初めて知りました。三次元はもちろん漫画媒体で、漫画、漫画のエロ本って、あれはいつから？エロトピアから？火消しでか、周囲の、シムシティでね。なるほどね。名もなき侍。引っ越し侍。引っ越し侍なんかやべえらしい。というわけで。昔ってだってエロ漫画ってなかったもんね。エロ漫画の歴史って何がスタートなんだろう。春画ですか。まあ、春画になるか。ゼンマイ侍ってあったら、なんかカクカクしてる橋の上の女の人が、春画だよね。 2D のエロ本。そしてまた決して変わらずあるもの。このゲームは GTA っぽい感じなんですか。時勢に揺さぶられるこの街アマハ。あー、エロ漫画探せるんじゃねえかな。でももうネット上に情報がなさそうなやつ結構ありそうだけどね。エロ漫画は、エロ系は意外と需要あると思うけどね、探しって。あれですよ、目覚め案件ですよね。チャンピオンという昔から股間に優秀な少年者。へぇー、そうなんだ。ブラックジャックやってたみたいな噂しか知らないな。お団子食わして回避させる。そう？なんだそれ。現代だと劇画。いや、でき、まあ、見せなければいいんじゃない？見せられる範囲だけ見せるっていう。ただ、その性癖がバレるから、ってか、なんか、どうしたんこれ。おままごとですか？喋れないの？まさか。え？あ、何これ？いきなりじゃん。アイレムみたいじゃん。これほどうまい握り飯は食ったことがない。あ、まあ、そうか、生き倒れたのね、主人公はね。正解です。見せ物がない。正解。え、助かったぞ。はい。思いつき案件でした。ダブル放送できない。いや、できるんじゃない。まあまあ、エロゲー探しとか、確かに。キムチムマシンの
書いた商用絵の本探してます。ティムティムマシン、だそういう物理的な探しとかになっちゃうわけ。作者とか分かってるけど、主人公が街の入り口で倒れて、そのあ行き倒れたんでしょ。ちょっとどっか行っちゃったよ。いきなりどこ見て歩いてやがる。あ、喋った。なんていう顔してんだ。ぶつかってきて、あ、挨拶もなしとは。なんか北斗の拳の始まり方みたいな感じな、なんじゃないかこれ。来ちゃダメ。なだれ騎士、北斗の拳みたいな。なんて読むの、歌舞伎ものか。いてよ、死んじまうよ。大変だ。あ、兄貴の足が、お、折れちまってる。見た目でわかる。おう、この落とし前、どうつけんだ。このゲーム面白そうだね。いつなんだろう、なんか江戸とかそういうことじゃないのかな、オリジナル。なんだてめえ、謝り方を知らねえのか。なんだてめえは、このガキに何か用でもあるのかよ。オリジナルになってきたからだか、てれて。はい、主人公全く喋んねえんだな。俺たちをアドルみたいな、青と海だと知って言ってやがるのか。恩義だか難儀だか知らねえが、こっちは大事な足を折られちまったんだ。きっちり落とし前はつけてもらうぜ。それともお前が詫びを入れてくれるのかよ。待て、音量が、あ、OK。 意外と素直に切ってくれた。月と横切りと、なんか後ろの人、おい、何、どうするの。編み出してるけどわからん、編み出してるけどどうやって使っていいか。なんだよ、プルプルしてんなお前ら。強いじゃねえかこいつ、逃げるぞ。今日のいたね、おばちゃんみたいなやつ、妖精、妖精さんの。待ってくれよ、武器持ってたんだな。うん、鬼太郎さんいらっしゃい。覚えてやがれ。へへへ。兄貴の足が繋がる。へへへ。治った。ふぅ。しゃべれない系っぽい。あんた何やってんだい？帰りが遅いってみんな心配してるよ。ああ。ん？あのお侍さんがどうしたって？おっと、よく考えると秋バズトリックって現代版侍の一番だな。現代版ってのも変だけど、また野良猫に昼ご飯のおにぎりをやったんだね。まあまあ、リンってなんか親、両親を目の前で殺されたショックで声が出なくなったんだよね、確か。それじゃあメガネかけてねえか、お母さん。野良猫ならぬ野良侍ってわけかい。ついてきちゃう、犬がついてくるから。野良犬がついてきたから。犬でも猫でも野良ってのは餌をやるといつくんだ。バレた。まさかその野良侍を連れて帰るつもりか。うちで飼ってもいいって。あんた刀を振り回すような輩は嫌いだったじゃないか。天帝。ふん、あんたずいぶんと気に入られてるね。どういう戦いがあったのかは知らないけど、なんかこの声知ってんの。この子が心を開いてるなら悪い人間じゃなさそうだ。ちょっと BGM うるせえな。いい BGM だけど、うるせえ、音量。この先の雨風っていう。ねえ、なんだろうね。下働きをしてるのさ。ご飯ですよぐらいしか見たことないよ、こんな。江戸時代っぽい人がメガネかけてるんだって。あとは、顔を出してやっとく。毎日こうだっけ。それじゃあ、私は元安様の使いがあるんで、これで失礼するよ。なんでこんなケルトっぽい音楽なの。そう、野良侍さん。あんたが雨原に行くんなら、また会うこともあるだろう。ミサエ声。私の名前は、ご飯ですよ、そんな目。覚えておいてくれ。あと、キテレツ祭。いや、キテレツ。名前がないんだ。え？いや、わからないって言った方がいいのかな。うん、私たちは、雨風の七色って呼んでいる。ああ、声が出ないからわかんない。字も書けない。じゃ、ごめんなさいよ。識字率。で？何やってんの？来い来い来い。え、違うか。宿屋の目の前なんだけど。金ないんだよね、多分ね。1の続きなのかな、これ。1
ワンで目指した町にたどり着いてぶっ倒れたみたいな話なのかな。ちょっと待って、なんだこれ。待って、なんだこれ。やべえ、また時間かかるかなこれ。これは RPG じゃないよね。その手はなんだ、その手は金消しみたいな感じでちょっと開いてるけど、二八そばだ。え、なんもねえ、おい、なんもねえっていうか、あー飛んだ。デジマっぽいですね。デジマ、チョコレートっぽいやつ。やべ、何していいかわかんねえ。プレイしているといえばそうかも。そっか、そっかそっか。